俳優の上木隆之介、30、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫、月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、和30日、第108話が放送される。里中、伊藤聖光、岩崎、皆川猿寺からの推薦で、万太郎、新木和学、研究員として、台湾へ行くこととなった。女、富士公園からご栄養に、 ピストルの購入を命じレルが、万太郎は納得いかない。徳永、田中哲氏らは、帝国大学の人間としての自覚を持つよ、注意を受ける。万太郎から話を聞いた末子、変身は、ピストルの代わりに、日本植物地図を、お守りに持たせ、朝ドラ通算108作目、日本植物の父と称される、牧野富太郎をモデルに、江戸、木から、 昭和の激動の時代を生き抜き、明るく、花と向き合い続けた、主人公、牧野万太郎の生を描く。脚本は NHK、流行官房、群青領域、旅屋岡、リなども手掛けた、注目の劇作家、長田育恵。新木の朝ドラ出演は2007年度前期、どんどん悪い、16年ぶりに作目。初主演となる。男性主人公は20年度、木、エール。 久保田正隆以来3年ぶり。主題歌はシン、ソングライターのアイミョンが担当し、曲は愛の花。語りは女優の宮崎葵が務め。